こんにちは、リリナナです。今日は模様編みでストライプの巾着を編んでみました。で、模様が結構可愛いかなと思います。で、今回は横からだーっと長いものを編んで半分に折って、で、横の部分をかがるという作り方をしています。で、サイズもお好きに変えていただけるので、お好きなサイズで、今回ストライプにしたんですけども、一色でも可愛いと思います。お好きなカラー、お好きな大きさでよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのニューエンジェルコットン。カラーナンバー1番とカラーナンバー17番を使用していきます。こちらは綿が 100%、約 25g、約 65m。塩かぎ針が3号から4号、標準ゲージが22目31段となっています。かぎ針は5号針の3ミリを使用していきます。で、糸はこの太さじゃなくちゃいけないということはないので、糸と針はお好きなものを使ってみてください。ではまずはカラーナンバー17番で編んでいきます。糸処理できるぐらい残して、一度引き締めます。で、もしサイズを変えたいなという方は、今回の模様は偶数だったら編めるので、作り目の時点で偶数目にしてみてください。では、ここから鎖編みを88目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。はい、鎖編み88目編んできました。では次は1段目、鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返して、できれば裏山の方がいいんですけども、もうどうしても無理だなという方は上半目とかでも大丈夫なので、お好きなところを取ってみてください。上から数えて1個2個目の裏山に針を入れて細編みを編みます。次の目にも細編み、1つの目に1つずつ、最後の目まで細編みを編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。では次は2段目、2、3、4段目と3段同じ編み方になります。まずは鎖1つで立ち上がります。編み地をひっくり返して、鎖1つで立ち上がったんですけども、一目目に中長編みを編みます。引っ掛けて、一番最初の目に中長編み3本一気に引き抜きます。で、もし中長編みの頭がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で、次は鎖を一つします。で、次。一目飛ばして次の目に中長編み細編みと編んでいきます。引っ掛けて一目飛ばして次の目に中長編み、同じ目に針を入れて細編み。これを繰り返します。一目飛ばして次の目に中長編み、同じ目に細編み。中長編み、細編みの順番で編んでいきます。一目飛ばして、中長編み、同じ目に、細編み。中長編み、細編み。と、端の方まで編んでいきます。一番最後、3目残したいので、その手前まで、まずは編んでいきます。はい、端まで編んできました。残り3目になっています。で、そしたら鎖を1つします。で、2目飛ばします。最初は1目だけ飛ばして模様という感じで編んだんですけども、今回の模様は2目1模様になっているので、次のこの目は模様の1目とします。で、鎖1つをするので、鎖の目は
ここになりますね。で、この上に中長編みを編んであげます。ちょっとわかりにくいので最後は2目飛ばして3目目に中長編み、最初は模様を編むときですね、最初は1目飛ばして模様というように覚えておくといいと思います。一番最後の目に中長編み、これで2段目が編めました。では3段目も同じになります。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、そしたら中長編みの頭ってちょっと下の中長編みに対して左側に頭があるので、ここに中長編みを一目、で、そしたら最初は鎖一つをして一目飛ばします。下の段の鎖編みを飛ばしてすぐ隣の目、下の段で言うと細編みの頭になるんですけども、ここに中長編みで、同じ目に、間違えた、同じ目に細編みで、これを繰り返します。一目飛ばして中長編み、細編み、一目飛ばして中長編み、細編みと編んでいきます。一目飛ばして中長編み、細編み、下の段の細編みの頭に中長編み、細編みと端の方まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、残り1、2、3目になっています。上から見ると分かりやすいですかね。1、2、3目で、そしたら鎖を1つして最後は2目飛ばします。1、2、2目飛ばして最後の中長編みの頭に引き抜きます。引き抜きますじゃない、中長編みを編みます。最後は2目飛ばして中長編み、これで3段目が編めました。で、次は4段目で、4段目までって言ってたと思うんですけども、5段目の間違いです、申し訳ないです。5段目まで同じ編み方になります。では次4段目も同じように鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。引っ掛けて根元にまずは中長編みを1目で、鎖を一つで引っ掛けて、下の段の鎖編みを飛ばして一目飛ばして、次の下の段の細編みの頭に中長編み、細編みと編んでいきます。中長編み、細編みで、一番最後は下の段中長編み、細編みと編んだら、鎖一つをして2目飛ばして中長編みで終わりになります。では今4段目なので5段目まで模様を編んでいきます。模様が4段ですね。細編み1段目細編みの後に模様の段を4段編みます。では5段目まで編んでいきます。はい、5段まで編んできました。模様の段を4段編んでいます。1段目が細編みで、2段目から5段目が模様編みと編んでいます。では次は6段目。6段目は細編みを1段編んでいきます。鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。まずは1目目、この中長編みの頭が足に対してちょっと左にあるので間違えないように、ここにまずは細編みを1目で、次は鎖編みのところですね、側に拾います。穴の中に針を入れて細編みで、そしたら模様に一つずつ細編みを編んでいきます。細編みの頭、中長編みの頭、細編みの頭、中長編みの頭と端の方まで細編みを編んでいきます。一番最後で色を変えたいので、まずは模様の部分に細編みを入れていきます。
はい、端の方まで編んできました。下の段の模様編み、細編みの頭に細編みを編んでいます。で、下の段の細編み、中長編みと編んだ中長編みの頭がこれになります。足に対して結構左に頭があるので、ここに細編みを一目で、次はこの穴のところですね。鎖編みがある穴、側に拾って細編みで、一番最後鎖一つでしか立ち上がってないので、中長編みの頭が結構こう横にあります。もしわからなくなりそうな方はマーカーをつけながら編んでみてください。で、ここに細編みを編むんですけども、次の段で色を変えたいので引き抜くときに色を変えます。最後の中長編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。引き抜くときにカラーナンバー1番で引き抜きます。で、今まで編んでいたものはカットをします。またカラーナンバー1番で6段編んで色を変えるという感じで編んでいくんですけども、結構6段だと長いので糸をカットします。これで6段目が編めました。次は7段目、7段目で色を変えています。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、そしたら筋編みで細編みを編んでいきます。で、糸処理が結構大変なので、糸端を一緒に編みくるみながら筋編みを編んでいきます。奥の一本に針を入れて、糸端も編みくるみながら細編み、奥の一本に針を入れて細編み、糸端まで編んでいきます。編みくるむのはまあお好きなだけ。カットして終わりにしたいなという方は、糸処理を楽にしたいなという方はちょっと長めに編みくるんであげると安心かなと思います。では端まで細編み編んでいきます。はい、筋編みで細編みを最後の目まで編んできました。で、これで7段目が編めました。次は8段目、8段目から11段目まで下の段の模様と同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。一番最初の目には中長編みを一目で、鎖を一目、一目飛ばして次の目に中長編み、細編みと編んでいきます。頭全部拾います。中長編み、同じ目に細編み、引っ掛けて一目飛ばして中長編み、細編み、一目飛ばして中長編み、細編みと端まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。中長編み、細編みで、鎖を1つ、最後は2目飛ばして3目目に中長編みを1目。これで8段目が編めました。では8段目と同じように11段目まで模様を編んでいきます。はい、11段まで編んできました。で、次は12段目、12段目は細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。中長編みの頭に細編みで、鎖編みを編んだところ側に拾って細編みで、模様のところに一つずつ細編みと端までまず編んでいきます。はい、端まで編んできました。模様のところに細編みを編んで、で、最後鎖編みのところに編んでから中長編みのところに編みます。中長編みのところに編むときは最後色を変えていきます。糸を持ってきて
からナンバー17番で引き抜きます。で、これで12段目が編めました。で、今まで編んでいたからナンバー1番は糸処理できるぐらい残してカットをします。で、次からは7段目から12段目の繰り返しになります。次の段は7段目と同じなので、鎖一つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、そしたら筋編みを編んでいきます。糸端も一緒に編みくるみながら奥の一本に針を入れて細編み、奥の一本にだけ針を入れて細編みで、ちょっと長めに編みくるんじゃいます。で、そしたら次の段、14段目から17段目は模様を編みます。8段目から11段目と同じ編み方ですね。で、18段目では12段目と同じように細編みを一つずつ編んでいきます。で、最後の目で色を変えて引き抜きます。こんな感じで7段目から12段目、ここの白い段と同じようにしばらく編んでいきます。で、どんどん編んでいって、一番最後はこれをパタンと畳みます。で、こっちが底の部分になりますね。最後横をつなげて、で、上をキュッと絞るという感じにしたいので、まあ、高さというか、この幅になるんですけども、はお好きな段数で大丈夫です。お好みの段数編んでみてください。で、私は上に書いてある段数まで、しばらく編んでいきます。では、7段目から12段目を繰り返しながら編んでいきます。はい、42段まで編んできました。42段まで編んで、だいたい 21.5 センチぐらいになっています。で、今までは一番最後、細編みを編むときに色を変えていたんですけども、これで最後にするので色を変えずにこのまま終わりになります。で、横をこう縫い合わせたいので長めに残します。長めに残してカットをします。輪の中に糸端を通しておきます。で、このまま引き締めます。では、糸端をとじ針につけて、で、筋編みで編んできたので、模様が、これが裏になります。筋編みで編んできた方が、ちょっとここがポコッとしてると思うので、これを表にしたいんですけども、かがった後にひっくり返したいので、これをまずは中にして折ります。で、筋が見えない方を表にしてからかがります。で、かがるときどんな感じでもいいんですけども、まずは手前の方ですね。手前は奥の1本で、裏側こっちも奥の1本、両方奥の1本ずつ私は取っていきます。2本取りたい方は2本でも大丈夫です。で、最初は2回ぐらいかがって、で、奥の1本ずつを最後までかがっていきます。では、端まで1つずつ上がります。はい、最後までかがってきました。一番最後も2回ぐらいかがって、おっと、で、糸処理をします。細編みの段があるので、そこに通して処理をしておきます。
で糸をカットして、で反対側も同じようにつけます。こっちは糸端を残していないので、とじ針にちょっと長めに糸をつけて、で入り口のところですね、端のところから針をちょっと入れます。で中に糸端を隠してしまって取れないように、でちょっとずれたところから針を一番上まで戻しちゃいます。でそうすると糸がつながったので、ここから先ほどと同じように奥の1本ずつを拾ってかがっていきます。最初は2回ぐらい、でそしたら一つずつ一番最後までかがっていきます。一番最後も2回ぐらいかがって、で糸処理をしておきます。はい、両方つけてきました。でそしたら糸処理をしていきます。他の部分も結構あるので糸処理をします。はい、糸処理をしてきました。でそしたら紐をつけていきます。私はダイソーさんのワックスコードをつけていくんですけども、お好きな紐で大丈夫です。編んでいただいてもいいので、お好みのものをつけてみてください。ではちょっと太めのとじ針に紐を通したら、横のつなげた部分をこう開くと穴があると思います。つなげた両サイド、ここに針を入れて、で一つのラインでこう入れて出すという感じでつけていきます。一つのラインでちょっと大きめな穴が開いているところがあるんですけども、だいたい真ん中あたり入れやすいところですね、入れて出す、入れて出すという感じでつけていきます。でここがつなげたところになるので、ちょっと飛ぶんですけども、飛んで入れて出す、だいたいですね。でつけてきたら、私はウッドビーズをつけます。これはお好みでつけてみてください。でちょっと緩めにつけておきます。仮止めで私は2本つけていくんですけども、もう1本だけでも大丈夫です。お好みでつけてみてください。ここのつなげたところに入れ、反対側ですね、入れて出すという感じでつけていきます。でこっちにもウッドビーズをつけます。
でバランスを見てつけていきます。はい、こんな感じでできました。でポイントにグルーガンでタグをつけています。でよくタグの購入先などをご質問いただくんですけども、動画の説明欄に楽天ルームが貼ってありますので、その中に載っています。もしよかったら見てみてください。で、だいたいサイズが横が22センチぐらいで、こちらがだいたい 19.5 センチから20センチぐらいのぺったんこな巾着になっています。で、模様はこんな感じになっています。お深みで編んでいるので、2段で一模様のような感じになっています。なので4段入れて一模様一模様っていう感じで編んだんですけども、でちょっと立体感を出したいなということで、少し筋編みを色が変わることに入れてみました。で、大きさも自由に変えていただけるので、お深みだったら偶数目で作り目をするともう自由な大きさに作っていただけるので、お好きなサイズで作ってみてください。では今回は模様編みでストライプの巾着を編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リーナナでした。